あ、今いいですか？大丈夫です。あー、なんて呼ぶかも決まってないんだけど、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。わー、新人さんだ。あ、はい、スクエア先輩のリスナーさん方、はじめまして、しおりはるりと申します。ルリタン。はい。ルリタンに、ルリタンがさ、はい。なんかおすすめの本みたいなやつの企画でやってくれたからさ。あ、はい、協力していただいて、スクエア先輩に。ありがとうございました。いえいえ、で、なんかディスコードで上の方にいたし、ちょっとかけちゃおうかなと思って。はい。はじめましてなんだけど。あ、はじめまして。はじめまして。かけちゃった。はい。そんな緊張しなくていいよ。はい。はい。最近連絡した。連絡した。うん、連絡した。なんか、おすすめしてもらった。年末に、ライバーさんにおすすめの本企画やって、スクエア先輩に協力していただいたので。そちらのご挨拶して、その流れで多分、ね、その流れでかけた。はい。そして5人がいなくなるだったっけ。あ、はい、そうですね。夢水京志郎シリーズの楽しみ、読んでください。オタクに手厚いジャンルなので。そうなんだ。はい。え、スクエアがガチ恋しそうな人いる？スクエア先輩の好みを把握しきれてないんですけど、ひばり京や神田優、まあおそ松さんで言うと市松。今一番わかりやすかったかもです。友人がバカハマってたので。あと轟翔と。ああ。って感じ。そうなると教授好きかな。どうだろう。女出てこない、その人に。あ、その人に女は出てこないです。ああ、よかったー。それだけ地雷なんだよね。地雷ほとんどないんだけど。女が出てくる。女は出てこないです。好きな男に突然女が出てくると発狂しちゃうから。大丈夫ですか？助手的な中学生の女の子はいますけど。中学生だったらね。大丈夫です。でも助手的な女の子は、好きな男の子がいるので。あー、他にいるんだ。大丈夫です。他にいます。あ、よかったじゃあ大丈夫かな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よかった。配信慣れてきた？ちょっとずつ。ちょっとずつか。ちょっとずつ。だいぶ慣れてきたので、これでなんか、大丈夫だと思います。うんうん、人間から電波が発されてるみたいなことを突然おかしくなって言ってしまわないと思う。アルミホイル巻かないと。そんなこと言わずに済むと思うので。大変だ。緊張した？初配信。あ、しました。記憶ないです。記憶ないんだ。記憶ないです。アーカイブ見るとなんだこいつって思います。見て偉い。すごい、自分のアーカイブ怖くて見返してないよ。初配信。いや、多分いつか見れなくなるんじゃないかなと思うんですけど、うん、見れるうちに見とこうと思って。でも誰こいつって思いながら見てます。ノーダメです。だから。そっか。私マロにもよくエニからの犬目って来るんですけど、アンチからなのか、うん、リスナーからなのか分かんないなって思う。まあ愛ある可能性あるからね。そうなんです。褒め言葉の可能性があるので。うん、褒められてるんだと思ってニコニコすることにしてます。えらい。苦しくなったらマシュマロを閉じるんだよ。いや、でも今んとこ皆さん優しいので。あ、本当？よかった。ルリルリごめん、俺はやっぱり俺じゃなくてタズミが好きなんだみたいなマシュマロ食ってくのやめてほしいです。意味わかんないんで。なんで私が振られなきゃいけないわけと思いながら、しかもタズミさんだっていい迷惑でしょと思いながらマシュマロを見ています。そんなんばっかです。そうなんだ。はい、みんな好きなんだね、ルリタンのこと。いや、ありがたいです。優しくしていただいて。あら、あら、猫ちゃん大事になさってください。いや、大事、宝だから。確かに家族だから。猫ちゃんは宝かも。この子を幸せにするためにお金を稼いでるから、いいご飯を食べさせて。やりがいありますね。うん、じゃあ猫派でもしょうがないか。まあ、でも犬も大好きだよ。あ、よかった。2時3時全員犬派にします。尻尾振ってくれるの？やっぱり
いや全然もうブンブンです。あ、24年の目標それです。2020年の目標、日三時ライバーさんを全員犬派にします。あルリタの魅力でみんな犬派にします。犬派に、犬派派閥ばかりの、はい、回収させます。いいよね犬。何が好きなの犬。犬四つ足のワンちゃんだと割と柴犬好きです。気難しいとこが可愛くて柴犬大好き。ちょっとわがままなところがいいなと思っています。あー気難しいよね。そうです、ちょっと魚しがたいところが可愛くて、うんうんうん、うーん面白い犬ってなります。へえ。親戚のお姉さんと同じ酔い方をされてる。うーん大変。やばい、お水を飲まれて。野菜ジュース飲んだから。いや、お水を飲んでください。野菜ジュース飲んだから。お水を飲みましょう。健康にいいから、野菜ジュースは。そういう問題じゃない。今、アルコール分の分解の話してる。野菜ジュースだから。いや、お水飲みましょうね。大丈夫です。ありがとう。ああ、ダメだこりゃって言われてる。親戚の酔っ払いお姉さんと親戚の寝ぐずりする赤ちゃんの中間地点くらいに今先輩がいらっしゃって私はどういう扱いをしたらいいか今わかりませんよいいんだよそのままで、ありのままで、はい、ありのままで、うん、エルサも言ってるありのままの姿を、うん、真冬だし。ぴゃはい、ありがとうね、来てくれて。 いや、とんでもないです。ありがとうございました。2時、3時、全員犬派にするの頑張ってください。犬派にします。うん、それじゃあ、先輩も体お気をつけて、うん、加減なさってくださいね。うん、それでは、明けましておめでとうございます。2024年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。企画、ご協力いただいてありがとうございました。うんうん、ありがとう。はい、はい、それではまたよろしくお願いします。失礼いたします。よろしくお願いします。あ、リスナーさんもありがとうございました。お邪魔しました。失礼いたします。ありがとう。